こっからは D1 グランプリラウンド3スゴーベスト16トーナメントの開始です。新こちょ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 言うな、新こちょですね。それ僕のセリフなんですけどね。さあ1位と16位の組み合わせということになります。そして8位と9位、5位と12位という形でトーナメントは組み合わされることになります。1位から16位までが1回戦の単走で予選順位が決まりました。さあ最初の1組目が更新してまいります。まずは田中が前、そして後ろから手塚剛が追いかける。1本目がスタートしていきました。ベスト16トーナメント1組目、田中 VS 手塚だ。さあ、売り出したところは田中、角度も田中、ちょっと戻った、田中、結構この角度は田中、2コーナーから3コーナーの角度は田中、しかし1コーナーから2コーナーの間で田中がちょっと角度戻りましたね、若干。シブロックで、はい、田中、今、シブロックの差っていうのはアドバンテージに合ってないようなもんです。そうだね。はい、大きなミスがあったら逆転ということになりますが、スタートしていきました。さあ、1組目。今度は手塚が前、後ろから田中和博が追いかける。これが2本目だ。振り出し一緒だ。どうだ、振り出し一緒だ。田中が入ってきた。田中がかなり詰めてきた。ここでマシンの挙動は乱れない。両者ともに乱れない。これは素晴らしい。両者2台のツイン取り決まり、常にノーズを入れてる、はい、ベスト8進出、田中和博。分かってますね、田中はね。自分で分かってるね、はい、2組目がもうすでに準備されております。ここはすごいです。メーカー対決ということになりました。今回はアペックス対トラスト。今村陽一が前です。川端真人が追いかける。今村 VS 川端です。という両者ともにものすごいが、川端が入っていく。川端がものすごい状況で入っていった。それでも戻らない。3コーナーちょっと戻った。戻りはもう10-0に匹敵するからね。しかし2コーナーの食い込みはこれは良かった。このアドバンテージは川端ですよね。ここはもうこれはギリギリですよ。もう2コーナーの分で7-3アドバンテージ今村陽一ということになります。動き出しました。ベスト8進出を決めるのはどっちだ。ビタビタに来てる。さあもうちょっとまっすぐ気味だ今村。それに対してさらに食い込む。しかし角度はこれは完璧に川端だ。アンダーステア出したということになりました。川端、はい、ということは、はい、もう一本いっとく。面白いね、これミスした方が負ける ね。スタートしていきます。ベスト16トーナメント追走2組目、今村陽一、川端真人。さあここはちょっと間隔を空いてきた。ちょっと角度がないのが川端だ。今度は振り出しの角度が今村陽一の方がある。食い込むことができない川端がちょっとポイントは低いかもしれません。これは6-4で今村ということになります。ベスト8進出をかけた今村陽一 VS 川端真人。さあ入ってきた。ビタビタでまた来てるよ。またビタビタでくっついてくる、くっついてくる。これは入り込んでる、入った。クロスかけた、クロスかけた。やっぱり強かった。ベスト8進出今村陽一。これは土屋さん、川端拍手ですよ。川端もう川端拍手。はい、さあ土屋さん、いよいよ注目の取り組み3組目やってまいります。末永正雄 VS 折戸学。危ないことが起こりそうな、ワクワクしてきそうね。コース幅がなんか小さく見えそうな、新しい形で投入した2号機末永正雄。さあ対するは RSR 折戸学。まずは1本目に入ります。末永、折戸が入ってきた。さあどうだ、角度はまだついている。折戸もついている。いい状況でついている。負けていない。両者ともに負けていない。うわー、逃げる。危ない。ものすごい、あのスピンは関係ないんですけども、危ないね。ほらこれちょっと末永6-4です。末永、さあ大きな差はないんですがアドバンテージ若干末永という形になりますけれども、入れ替えということになりました。今度は折戸学が先頭、そしてその後ろから末永正雄が追いかける形でスタートしていきました。 RSR スープラ80スープラを初めて D1 のこの決勝戦に持ってきた折戸学。対するは有山宮、末永正雄。さあどうだ、今度は角度、折戸角度回った。折戸大バカ野郎、折戸回った。ここまでこの進入いうリプレイ見てみましょう。ここものすごい角度、ものすごい角度で折戸入ってきました。しかしこれはこらえきれず、おそらくベストの自分の単走の走りをしようが、危ない危ない危ねえよこれ、危ないということでベスト8進出、末永正雄だ。ちょっとやばいかなと思ったんですけど、まあ回っちゃったんでなんとか勝てました。まあ出直すよ、ミスだ、さっぱりと自分のミスだと言って去っていきました。片林聖輝もシリーズを狙った戦いの中で2005年度、ここで負けるわけにはいきません。でも高取はもうこれだけで幸せだから関係ないですね。もう今日だけにかけるしかないんですよ。もう行くだけ行くって感じそうです。高取の方が逆に言うと精神的に有利があるのかもしれない。さあ1本目金輪 VS 高取、まずは金輪、後ろから高取が、いやー戻った、これは高取、バタンだ、右にもうまっすぐだ、これは捨てました。やる気ないね今は、拾いましたねさああとはドリフトでついていけばいい風間泰之、どういった戦いをこの2本目に見せるのか。まずは高取、そして戻った、一瞬戻った、あれあれれ、食い込んだ食い込んだ食い込んだ、はい、食いうま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 い、余裕、おかしい、なんでよく止まれて回れんのあんなの、うまい、風間が当てもせずにスピン、あのスピードでよく避けたよな。これはねもう 70% ぐらいでドリフトしてたんじゃないですか。いやもうそうじゃないと、だってあの距離でいいですか、あそこで普通避けられねえだろこれ、前で回られたら、あれでスピンしたら絶対無理です。だって大体真っ白で見えねえしこのリプレイもということで勝負は決まりました。ベスト8進出、風間泰之。おなんだアピール、押した押した、そういうアピールが出ました。ニコーナのオフィシャル副審、今の高取のアピールは、プッシングされてスピンして回ってしまったというアピールがありました。当たったんだけど、押したことが原因でスピンっていう感じではない。わかりました。副審から今上がってまいりました。ニコーナの副審ですね。はい、それをもう本当に近くで見ているというところでの副審の情報が入りました。副審の情報によりますと、スピンした原因は当たったことによるものではないと。今の高取のアピールは無効ということでよろしいですね。はい。副審から上がってきたのは当たったことによるスピンではないと。そうですね。はい。我々もそういう判断ですもんね。今の形はね。はい。ということでベスト8、風間泰之は変わりません。佐久間達也、予選を100点で突破してまいりました。ノリノリになっています。このベスト16にも進出してまいりました。そしてもう一人、戸ヶ崎浩二も予選からこのベスト16まで勝ち上がってきた。この予選組の両者5組目いよいよスタートしていきました。佐久間達也 S15、 戸ヶ崎浩二86の対決の1本目です。うわー、本当にこれはちょっと離れてるぞ。さあこの離れた中で、さあ戻った、戸ヶ崎が戻った、離れているのはいいんですが、また戻った。これは大きなアドバンテージ、戸ヶ崎自分の走りができません。だから直線で離れちゃうのパワーの差なんで、それをコーナーでその離れた分を維持してるのか、詰めるのか、離されるのか。さあ入れ替わった、スタートしていきました。この直線は戸ヶ崎遅えだろうな。500馬力の S15 で合わせるのは難しいかもしれない。さあ入ってきた戸ヶ崎のスピードに対して佐久間がどうだ、できるかできるか、なんとかできた戸ヶ崎もいっぱいいっぱいで単独ではいけましたけど、土屋さん、これはちょっと車のね差はないと我々は言ってますけども、どうしてもその差が多めに出てしまいました。ベスト8進出したのは佐久間達也に決定です。お疲れさん、戻っちゃったね。はい、なんとか、いやなんとかじゃなくて、はい、戻っちゃってもう負けてんのね。なんとかじゃない、それは勝ってる人のセリフだから、まあなんとか負けましたこの辺も予選上がりがベスト16まで残ってきた新鋭どころの更新ということになります。スタートしていきました。1本目箕輪が前、後ろから高山健二が追いかけます。さあ入ってきた、どうだ箕輪、そして高山、食い込む食い込む食い込む、抜くか、オーバーテイク、これは決めたじゃないよいや今のはうまい。落ちた瞬間箕輪がアウト側のダートに落ちた瞬間ノーズ入れたもん。これは大きな大きなアドバンテージということになります。8-2、今度は高山健二、その FC が前、後ろから箕輪慎司が追いかける。さあ手前から打ってきた、手前から打ってきた、自分の走り、自分の単走の走りをしてきた。さあ箕輪慎司も追いかけモードになる、箕輪慎司も追いかけモードになるだけに角度がない。決まったね、オーバーテイクドリを決めたオレンジの FC 高山健二、ベスト8進出です。すごいね、ベスト8がよ、田舎もん7組目に入りたいと思います。危ない、7組目がやばい、これは危ない。ああ、皆さん注目のカードです。熊久保信重と野村健がコースインという形になります。これは千田さん、どういう対決になりますか？速さ対迫力、速さ対迫力、インプレッサー投入して2戦目対するブリッツワークスの野村健は前回の悔しいお台場の本当に1回戦落ち、どっちが勝っても本当におかしくない戦いが今始まります。1本目、まずは熊久保が前、後ろから野村健が追いかけます。車的に離れ、さあどうだ、イン側に飛び込むが角度がない野村健。さあ2コーナー3コーナーはついていく。あー、今のは飛び込みの分ですかね、千田さんね。64アドバンテージ桑子信重、信健の角度が浅い、浅いですね。さあこうなると圧倒的に有利なのは熊久保、絶対有利。あいつ追っかけ回すの本当好きなんですよ。なんかだって人食い馬だもん、ドリフトのストーカーみたいなこと言われてますからね、本当に。さあこれで勝負が決まるかどうか、熊久保信重 VS 野村健だ。まずは野村健、その後ろから熊久保がどんだけ食い込むかどうか。いやー、角度は今度野村健が来た、角度は野村健が来た。さあそこに熊久保が食い込む形で入ってきた。熊久保が危ない、危ない、あんなに食い込まなくてもいいのに。これは若干の陣に含めてアドバンテージが野村健ですよね、ええ、1本目は熊久保ですよね、ええ、ということはですね、行きたい、当然ですよね、当然そうしなくてはならないでしょう。この両者サドンデス突入。あー、なんかフロントバンパーが今修理しましたね、スタート地点ね、ブリッツのメカニックが、はい、フロントバンパーが当たったんですね。あー、ガムテープ止めにされてしまいました。さあ入れ替えというかサドンデスの1本目どういうことになりますか。熊久保信重が前、後ろから野村健が追いかける、入ってきたサドンデスの1本目。さあいい角度できた、野村健いい角度できた、野村健いい。さあどうだ、これは追いかける野村健もいい状況で入っていく。野村健いいよこれ、これは両者ともにミスはない。いや今のはどっちもミスないけど、車的には熊の方が有利なんだよ。もちろんトラクションもかかるし、もちろんいい車ですよあれは。それにちゃんと2コーナーも3コーナーもついてってるっていうのは評価に値する、はい、確かにそうですよね、うん、さあスタートしていきましたサドンデスの2本目、今度は野村健が前、後ろから熊久保が追いかける。これも角度きた、野村健角度を思いっきりきたが、食い込む食い込む食い込む、ここは入ってった。さあどうだ、クロスでここはあー、ちょっと離れた、離れた。この勝負決定いたしました、野村健。3コーナーのアウトにアプローチしたところでクマが飛び出しちゃってる。あそこでこれが痛い、飛び出しちゃって外れちゃいましたね、ラインをね。これが一番痛いだけでしたよね、結局はね。もうぶつかりそうになって、もう逃げ場を失っちゃったんですよね。だからもうでもドリフトしないといけないから、もうダート落として入るしかなくて、まあしょうがないでしょ。ということで8組目が入ってまいります。日比野哲也と平岡秀夫、やっぱりターボにしたり SR を積んだり RB にしたりというチューニングはあるんですが、そのままの VQ を使った NA っていうのはちょっと珍しいですからね。珍しいね。はい、スタート。日比野哲也が前、後ろから平岡秀夫 Z が追いかける。1本目だ。さあ振ってきた、振り出しは日比野、振り出しは日比野、振り出しは日比野、あーっとバッカーが飛んできた。さあちょっとここは置いていかれました。そして進入もやはり日比野がいいということで、大きなアドバンテージ日比野哲也ということにこれはなりますね。なる。今度はこの青の Z が前です。平岡前、後ろから日比野哲也。さあ平岡、日比野が入ってきた、日比野が入ってきた。さあ今度は全開できた、全開できた日比野哲也。これはうまくまとめそうだ、これは追い詰めた、これは勝負あり。8-6、日比野哲也。ここまでの走りを見ていると、はい、もう日比野勝って当たり前と、そうね、うん。